まず TWA タッグチャンピオンチームの紹介であります。全日本ジュニア第1位ブラックデビル所属150パンドデビルマサミ。ブラックペアブラックデビル所属140パンドマリー・クマノ。挑戦者は新ブラックチームとご紹介しておきましょう。デビル・マサミそしてマミ・クマノ両選手であります。今ジミー・加山レフリーがチャンピオンチームのベルトをね、取っておりまして、一応あのコミッショナーに返還されるわけであります。果たして60分3本勝負、またチャンピオンチームのお腹に再びこれがね帰ってまいりますかどうか。さあこの試合なんですけども、まず松永さん、あのどういうふうにご覧になってますか。はい、ブラックデビルのデビルマサミですか。はい、ナンシー組とクーシー加山、これは現在 B グループのスターでありましてね、中心選手の一人であります。コンディションについてはもう一番あの松永俊国審判部長が分かってるわけですね。はい、非常にコンディションはいいですよ。はい、ちょっとちょっと悪いなと思うのはルーシー。どういうちょっとね、ウエートが落っこっちゃったんですね。あれあれ、そういえばねえ、ウエートが落っこってんですね。やや細くなってるんですね。ちょっとこっちをこじらしましたね。はいはい、それでちょっと旅先で寝込みました、ね、あ、そうですか。ちょっとコンディション狂わしました、ね。まあ、今はだいぶ元通りになりましたけどね。ただそこまでに勝負をつけてくれればありがたいんですけどね。その辺がどう出るかですね。もう目が離せないようであります。あ、やはりマミクマの選手の動きが違いますね。マミ選手、はい、今まではその池下さんと組んでね、はいはい、池下さんについていく方だったんですけれども、今回はやっぱり引っ張っていかなきゃならないということで、すごく張り切ってますね。ね、はい、まあ、いわばリーダーですね。はい、新ブラックのリーダーになりましたマミクマの選手であります。今人気最高といいますかね、大きく伸びております。デビル雅美選手を従えましてね、特にブラックファンの間からはデビル雅美、デビル雅美というね声が飛んでおります。さあここでチェンジ、ね、声を出しましてデビル雅美選手、しかしそれを許しませんね。ルーシーは簡単に今タッチを許しませんでした。この件はルーシーどうなんでしょうか。体調が必ずしも良くないというね、松永淑美審判部長の内輪話がありました。以前にもですね、はい、ルーシーっていう選手は新人を取った時にですね、はい、当日まで40度を超えてたんですよ。で、これじゃドクターストップで試合ができないということで、次の日に2回始まりまして、その次の日に1日延期しまして試合やりましたけども、はい、これが意外と勝ったんですよね。トミー青山とやって3で、まあ、トミー青山勝ったろうという予想を繰り返しまして、はい、ルーシーが勝ちましたので、そういう粘り、この時も30分フル回転しまして判定で勝ってるんですよね。ですからそのそういう粘り強いところがルーシー選手にあるもんで、僕は期待はしてるんですけどね。逆境に強いわけですね。どうでしょうか。なるほど、このゲットは素晴らしいものを持っております。さあしかしデビルマサミ選手の力があります。今両足を持ってコーナーに引きずってまいりました。ここでね、リーダーでありますマミマノ選手の登場であります。今の中ご覧ください、素晴らしい技ですね。スピーディーな、しかも破壊力に富んだ技を披露しております。さあルーシーを押さえつけておいてね、しかもナンシー君に対してね、あれだけ敵意をむき出しにするという占領役者の見えみたいなもんですね。見事なマミ・クマノ選手であります。
さあ今度はデビルの神選手登場しました。さっき の, あの話の途中になったんですけども、松永さんね、はい、デビルの神選手が、はい、その審判部長の目から見てね、はい、どういったところが一番大きく成長したんですか。ものすごいたくましさがね、これはもうなんと言えないですね。もうあの今まで長っぽ選手の味を持ってると思うんですよ。ああそうですか、はい、そのたくましさは体だけじゃなくてやはり精神力というか ね、はい、あのおそらく体の面ではその日本の女子プロでは今トップじゃないですか。ああそうでしょうね、はい、なんか楽しみながらやってるという感じがね、我々にも分かるよね、実にあの嬉しそうにね、肉肉しい技を連発してますけどもね、余裕がありますね、ご覧ください、相手をやってるのは嬉しくて嬉しくてしょうがないという感じであります。これすごい技ですね、初めて見ました。これも新しい技ですね、なるほど、新しい反則技っていう、いやあっという間でした。新しい本当に反則技、必殺技が出ました。驚きました、怖い、本当に怖い技でしたね今のは、あっという間の一本であります。まず一本を選手いたしました、恐るべし。さあ試合が開始されます。今2本目のゴングを待つ間にファンの皆さんからね、ナンシー頑張れ、ルーシー頑張れというあの声援がといいますと、うるさいとお客様を一括いたしました。マニー今の選手であります。今まではいいとか全然ないですね、全くありませんね、はい、このままいくとですね、当然あのニューブラックとしてはストレート勝ちを狙ってるんじゃないですか。もうストレートそうですよね、狙ってますよ、はい、絶対にルーシーを一本に、息もつかせぬ攻撃であります。ルーシーが背に捕まっております。抱え上げられました。さあこれから高く持ち上げるか、どうしますか、やはりか、あるいはあーっとロープにね、徹底的にやっております。塩野さんね、はい、あのこの試合についてジャッキー選手にちょっと聞いてきたんですけど、ね、あのジャッキーさんは、はい、あのブラックの2人のリズムがあの同じ反則技でも違うので、一つでも狂えばあのナンシーとルーシーの方が有利じゃないかっていうことを言ってました。そうですか、でも今のところ見てるとすごいリズムがしっかり合ってるんですね。ああっと今度ナンシーが捕まっている、これがこれこれの前、これ引き継ぎなんですよね、必殺技、どうしたんでしょうか。今日は全くチャンピオンティーム、ここまでいいところがありません。あの今あ橋本レポーターの話ですと、松永さんね、はい、ニューブラックのそのリズムみたいなものをね、はい、ジャッキーは問題に使ってるんですけども、ここまでご覧になっていかがですか。あのリズムはね、コンビの最高ですね、最高ですね、最高、これを切り分けにはね、はい、何かが動かないけど絶対切り分けない、どこのスポーツもリズム変えれば絶対いいんですよ、今はしかし完全にニューブラックのリズムですよね。さあ特にこのデビルの選手の初のストレス試合ぶりね、はい、あの髪の毛見てください、はい、紫に染めてるんですよね。あ本当だ、はい、ね、これはさりげないおしゃれですね、よくは分かりませんけどもね、あのやはりね、あのマリ選手が以前選手だったんで、そうそうそう、やはり、やろうかなってことで、マリ選手が分かりやすいように染めてますけどもね、黒と紫ですからね、あまり分かりません。でも不気味な感じがしますね、デビルという感じですね、はい、さあようやくルーシーも反撃であります。ルーシーらしい動きが出てまいりました。さあ逆にも振ってるんでしょうか、あーっと上からいったどうか、これはどうか、2がやっと、2がやっと、デビルの選手すぐに反撃であります。さあデビルの選手パンチ攻撃コーナーに持ってまいりまして、ここでどうなっているか、さらに熊野選手が出ました。やはり強敵はどうやらルーシー前のようであります。ルーシー今コーナーに逃げました。そしてナンシーの登場であります。ナンシー選手も髪型変えたんですよ、ね、はいはい変わってますね、短くなりましたしね、はい、今日会ってね、はい、一瞬誰かと思ってびっくりしちゃったんですけ、ね、どあまりナンシー選手って髪型を変えたりしなかったんですけど、はい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 、思い切ってパーマかけちゃった、はいはいはい、ですか、そうですね、あこれあの3日前にかけたんですよ、あれそうですか、このタイトルマッチですね、やりやすいようになるほどね、やっぱりかけてるんですね、短い髪の方がいいんでしょうね、やっぱりこの2人の試合、デビル
まさみと、はい、マミですね、はい、この選手は普通の今までのタイプじゃないということで自分も覚悟してかかって、はい、考えて髪の毛の形から一つ考えてやろうということから、はい、変えたみたいですね。本人は試合の内容は素晴らしいんですけどもね、今のは相打ちになりました。マミの選手が場外に落とされてしまいました。さあここはチャンスですね。何かが起こればということをね、先ほど松永審判部長言ってたんですけども、これは思わぬ誤算がありました。さあチャンピオンチームのチャンスであります。チャンピオンチームチャンスだ。どうだ、落とせ。ああ C がいった。そしてブーシーのタッチであります。ブーシーが登場いたしました。デビルの髪が捕まっている。ああ、ブーシーのブラッシュアップ。髪の毛を持った、どうするか。人間風車にカーを落としました。ここはチャンスであります。チャンピオンチームタッチが待っている。いった、ライン、のボディープレス決まるか。カウントはスタスタスタ、カウント2であります。本当にうまいアミクマの選手。しかし依然としてナンシーの攻撃続いております。クロス攻撃、ネックブリーカーに行っている。今度はどうするか、抱え上げて、あーっとっとっと、このままいった、危ないぞ。今度はマミクマのチャンス、高いぞ。相打ち、相打ち、これは完全に決まった。あっと、カウント3、ハプニングがありました。なるほど、いやー、僕らが審判部長の呼びがここは当たりました。完全に自分のペースだったんですけどもね、はい、相打ちが出ましたね。あの調子に乗りすぎたんですね。ね、はい、さあ一本一本ラストラウンドであります。おっとおっと、ジミーに対してどうしてるんでしょうか。相手が違うんです。相手が違うんですね。ああ、そうかそうか、デビル選手が出てきます。デビルをかばってね、スタートしようというマミクマの選手でありますが、もちろんジミー変えます。これを受け付けません。今度はレフリーに噛みついてしまいましたが、容赦なく今カウントを取りました。ダメです。ですから一旦中に入って確認すればいいわけですよね。そうですね、あの一回、はい、相手とあの組まなきゃいけない、組んでから、はいはい、なるほど。この辺があのタッグマッチのね、厳しいルールであります。さあデビル・マサミ選手、しかし入れないこと、今あのダメージを受けてましたかね。やはり大したことはなかったと思うんですけども、しかしコーナーに連れていかれました。さあ、どうなってたんですか、橋本さん。マイクロフォンがめちゃくちゃですよ、もう、ね、いやー、三本目はどうなるか分かりません。デビル・マサミ選手はまだあのリングの上に上がってませんもんね。今ようやく上がりました。この間にナンシーがマミクロ選手を捕まえております。チャンピオンチームどうやら自分のペースになったようであります。チャンピオンチームのペースになったようであります。1本1本から決勝の3本で、あっと、これは決まった。ファイルドライバー、あっと出てまいりました。必殺のファイルドライバー、これは不可能であります。またも場外に誘うか。今度は逆襲、デビルの逆襲、悪魔の逆襲であります。やはり自分のナンシーにとってはよくありませんでした。今マミクマの選手が相当に参ってるんですね。さあこの間にしかしデビルは元気であります。デビルはルーシーをやっつけております。あー、ちょっと危なそうですね、はい、水を、ね、水を盛んに頭にかけられておりますよ。さあルーシーチャンス、あーっと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 、スリーは入りませんでした。ようやく反撃に移るかデビル。しかし必要なコブラツイスト、必要なコブラツイスト、場外ではカウントが続いております。さあどうか上がるか、チャンピオン
どんに今上がるか、懸命に上がらないようにしておりますが、これは引き分けになればチャンピオンが防衛ですね。そうですね、はい。さあベイキンダメかダメか、さあダメ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 、デビルが上がったが突然に遅し、どうしますと。ですからベルトは渡りませんね、チャンピオンチームには怒っているマミコの選手が怒っております。1対1引き分けであります。可能じてチャンピオンチームベルトを守りました。それにいたしましても本当にね、今日は凄惨な試合でした。でも狂気が出なかったですね。出なかった出なかったけども、この内容がねすごかった今日は。いや金車師匠、いかがですか。あの最後のね、あのボディのフライング、はい、あれすごいですね。フライングボディです、あれはあのルーシーが、トミーと組んでた時の人間ロケットですね。メキシコでね、はい、あの磨いてきたわけです。そうでしたね。それとあのデビルのまだスタミナもかなりあるからね。はい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 、立派ですね。はい、これから楽しみですね。今日はチャンピオンチーム、まだまだとですね、新ブラックの恐ろしさみたいなものを感じてるでしょうね。感じますね。チャンピオンチームを組みますというような経緯がありますけれども、はい、何かあの試合が終わってみて、はい、今のところで寒くなりましたね。はい、本当に怖い試合でした。しかし新ブラックに対抗してよくナンシー組ルーシー加山チャンピオンベルトを守りました。そしてフジテレビからの大きな勝者トロフィーが今渡されております。どうも竜帝金社長ありがとうございました。生の迫力にもびっくりしました。また一つ機会がありましたらぜひあの放送席に座ってください。どうもありがとうございました。松永審判でお忙しい本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。